何してるんですか？さっちゃんじゃないですか。タッツカメラマン。はい。今からね、日本テレビさん、日テレさんの ZIP のリモート収録です。大ごとですね、これは。緊張してます。見て、このセット。すごいですね。ぜひ皆さんさ、リモートですか、これは。リモートです。頑張ってください。お天気お姉さんでもやるんですか？お魚お姉さんです。ああ、そうですか。頑張ってお魚を全国に広めてください。頑張ります。はい。こんにちは、魚の森です。さあ、今日は何の日かな？さて、今日はね、私が大好きな魚を用意しました。なんで大好きかっていうとね、顔見て。かわいいでしょ？魚界の中でも愛嬌ナンバーワンのお魚。顔がね、赤マダイを用意しました。お目がパッチリだもんね。すごいよ、ブルブル。で、このおでこの丸み。で、このプルプルの唇。と、この色ね、全体の。綺麗。麗しいでしょ？なんで好きかっていうとね、カナに似てるんですよ。よく言われるでしょ？まあ、うん。なんか複雑だけど、まあ、アマダイかメバルかって言われてるかな。メバル？なんで、まだカラちゃんがね、登場してないから、どんな顔なのって想像してると思うけど、メバルとアマダイを合体させて、ちょっと可愛く、綺麗かな。なんだ、シュッとした感じ。あ、でも、シュじゃないか。丸。なんだ、おい。おい。ちょっと失礼しました。なんだ、シュじゃなくて丸。シュッ、シュッ。ふんわりだよね。ふんわり、ふわふわ系だよね。ね。終わりました。アピールタイム。っていうね、想像してもらいながら、ちょっと、カラちゃんの登場待ってもらえればなと思います。だんだんみんなの中でカラの想像。どういう今まで出てる情報を整理すると、カラちゃんはダイエット中であると。ダイエット中である。元パリピ疑惑がある。元パリピ疑惑。利き酒師。で、背はちっちゃめ。高身長ね。高身長？うん、低身長で。アマダイに似てる。カモ。で、メバルに似てるカモ。ちょっとシュッとしてるのか、まるっとしてるのか、まあ、どっちにしろ本人曰く、ホワホワしてる。うん。なんかこれの情報で似顔絵描いてほしいね。っていう感じです。はい。目は私とそっくりだね。そうかな。うん。マスクしてると似てるっていうもんね。すごい言われる。この前新聞載ってたじゃん。うん。その時私よく間違えられたもん。あずちゃんの新聞載ってたよ。たらちゃん、離乳食をね、開発してて、お魚の。それがこの前、新聞に取り上げられてね。すごかったね。ありがとうございます。頑張ります。ぜひ詳細は子ども秘書でホームページで、はい、やっていきましょう。今日アマダイの中でも一番美味しいとかこう値段が高めにつく赤アマダイを用意しました。アマダイ3種類で赤、白、黄色っています。昔はね、白アマダイ高価だったんですけども、最近はこの赤アマダイが一番高値で市場では取引をされています。それがかなちゃん、先生、さばいていきます。はい、ではお願いします。アマダイって名前はやっぱり肉が甘いからっていうところから来ていて、特にこの頭が美味しいと私は思ってるので、この頭を今日は焼いてお吸い物にしていきます。で、身のところは松笠揚げってよく聞くと思うんだけども、あのトゲトゲって言ったやつね、ただあんま好きじゃない、集合体恐怖症だから。アマダイっていうお魚は松笠揚げっていう料理が代表的で、鱗つけたまま揚げていくっていうのが、鱗サクサクで美味しくて有名なお料理なので、今日はそれをやっていきます。で、捌くときちょっとやりにくいので、お腹の方の鱗だけ少し取っていきますね。この辺だけ、捌くとこだけ取って。くぐるちゃんよー、お腹くぐるちゃんよー、かなちゃん。まあ、お腹も白くて綺麗ですね。結構ね、こう身にまとってるんですよ、鱗。結構鱗ね、多くついてるから取った方が捌きやすいかなと思います。じゃあまず頭取りますね。めいちゃーん、さばきにくい。ごめんごめんごめん。ごめんね、かなちゃん。頭美味しくいただいて。泣けてきちゃう。ここが本当に一番美味しいから、まだね。これ開いて焼いていきます。あとでね。はい。じゃあお腹出します。うわ、気持ちいっちゃい。洗っていきます。じゃあ3枚下ろしていきますね。ギリギリのライン行くと鱗ついててもこっちを入るので、鱗が身についちゃうと、まあ今回揚げるんでいいんですけど、刺身で食べるときなんかは汚れちゃうので
丁寧に包丁を拭きながらやっていきましょう。ほら、綺麗。もう見るからに繊維質なのが分かるね。繊維が細かくて本当に繊細なね、ふわっとした身が美味しいんですよね、これ。繊細だね。見とるな。顔が、顔の中身も結構個体差もあるしさ、ケースで買うと可愛いね。硬そう。そう、結構ね、腹骨と硬い。はい、じゃあ3枚に折りました。はい、プラボネ取ります。ほんと身がもっちりしてる。かなちゃんのお肌みたい。いいね。綺麗。綺麗ね。まあ、つかさ揚げにする身は、適当なサイズに切っていきます。どこついてるからね、しっかり断ち切って。頭割ります。女子には大変なかぶと割り。ほら、でエラも取ります。はい、じゃあ頭割ってね、これは塩焼きにしてからお吸い物に使っていきます。でこれは揚げていきます。では調理していきます。ということで調理していきます。ちょっとね、ランチタイム入っちゃったので、ランチ終わった後に場所変えて取っていきます。まず頭、塩焼きにしていきますね。塩振ります。かなちゃん、お化粧ですよ。多めにお願いします。塩好きなんで。こっち、厚かさ揚げの方は身の方にね、塩を振っておきます。で、余分な水分出して臭みを取っていきます。だいたい塩してから10分ぐらい置いておきます。焼いていきます。山大。はい、じゃあ10分経ったので、お魚が出てきたね、水気を取っていきます。キッチンペーパーで。ここはまだ水分が多い魚なので、揚げるとき跳ねるのでしっかり水気取りましょう。結構今日量多くできるよ。さっき確認済み。はい、じゃあここでポイントです。松笠揚げね、結構こっちの方火じっくり入れていくので、こっちね、身に火が入りすぎちゃうといけないので、こっちの方だけ、身の方だけに片栗粉をまぶします。こんな感じです。へえ、ワンポイント勉強になるわ。でしょでしょ。さすが。チャンネル登録お願いします。お願いします。皆さん勉強になりますよ。20万人いったらアマダイのかなちゃんが見れます。アマダイのかなちゃん。あ、いい感じだね。頭見てくる、うん、大丈夫か私。おいおい、熱いって。あ、ガングロ。まあ、日更通う時もあったよ、それ。そんな時代だってあるよ。だんだん明かされてる。じゃあ火が入ったら、これお吸い物にしていきます。じゃあ揚げる準備万端です。西ローハート。10個。うん、いいんだよ、食べたいだけ食べないよ。せめて2個はちょっと食レポ上いただきたいな。揚げるときはね、こっち鱗の方から揚げていきます。足から落ちちゃった。温度が低すぎると鱗がしっかりね、開いてくれないので、3つぐらいずつ揚げていきましょう。170度ぐらいです。だいたい2、3分ぐらいかな。じゃあ片面揚げた感じが、どうしよう、こんな感じ。おー、いい感じ。ね、サクサクでしょ。よく揚げておいて、で、身の方はね、軽く2分ぐらい揚げます。あ、ひっくり返してね、うん、ひっくり返して。で、失敗するのとしては、お鍋が浅すぎて油が入ってなさすぎると、鱗がね、うまく開かなかったりとか、あとさっきも言ったけど、温度が低すぎると鱗がね、松笠粉になってくれないので、気をつけてください。Thank you.
わあ、いいね。いい感じ。はい、上がりました。じゃあ、お吸い物作っていきます。2、3、4、5、6、7、8個。減ったね、なんか。なんで、あ、松かさ上げて、上げると減る？そういう感じだと。じゃあ、お吸い物作っていきますね。沸騰したお湯に、さっき焼いたね、塩焼きの頭入れていきます。もう味付け、めちゃくちゃ今日シンプルにいきますね。お酒、大さじ3杯ぐらい。丸ですか？え、丸です。丸の宣伝部長。勝手に部長になっちゃった。勝手に部長になっちゃった。昇格しちゃった。怒られる。で、お塩を少々。味を見ながら足してください。で今日はね、この甘鯛の出汁とお塩とお酒だけでいきます。見て、すっごいいい油出てくから、かなちゃんから。いやー、いいんだわな、私っていい油出すんだわ。いい味持ってんね。いい味持ってんね、かなちゃんよ。見てかな、これ何にもさ、酒と塩しか入れてない、この色出てるね、やっぱり ね、 ネギも入れて、これで完成です。じゃあ盛り付けていきます。やっぱこれお塩で食べるの美味しいんで、お塩をね、添えて、はい、松笠揚げ完成です。美味しそう、いい香り。かな汁、かな汁、じゃあかな汁も完成。はい、完成しました。じゃあ今日もお魚さんに感謝をしていただきます。何これ、今日のチョイス。カノさん、今日は来ましたよ、夏木のひだかみ。絶対魚に合うじゃん。そうなんだ、これはほんと魚に合うように作られてるお酒だから、めちゃくちゃ美味しいと思うよ。なんかこれラベルがさ、照明に透けて見える。あ、お気づき、なんか虫みたいなのが書いてある。化石みたいに見えない？あの車エビが。え、わかる？わかるかな、わかんないと思うな。かわいい。じゃあ皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。結構飲み口シャープだと思うよ。あ、おいしい、これすっごいスッキリしてる、夏っぽい。うん、もう今日のこの天気に最高よ。あの、ちょっとちょうだいね。もう10代かってぐらい、こうういういしい透明感っていうの。まるで私、今日は私だね。ん？10代だっけ。10代のようなういういしいさ、かけるとうわ、やっぱ美味しいね、これ。うん、すっごい美味しい。確かに酢飯とかのちょっと甘いのと合わせたらめちゃくちゃ合うわ、これ合うわ。このさ、ここにいるさ、アナゴとかさ、濃い味のやつもいいな。ちょっといいですか。あー、絶対合うと思ったよ。めちゃくちゃいい出汁出てる。私？うん、甘いのよ、うん、甘鯛って。こういう切れるタイプので、結構脂あるじゃん、この見てもらっても分かるけど。いただきます。松笠揚げ。じゃあ皆さん、音をお楽しみくださいね。いきますよ、 BGM 一旦切りますよ。じゃあここを映してかかる。いきますよ。こちらも百選に選ばれるやつですね。おいしゅうございます、これ。え、どうでしたか。あー、おいしいな。じゃあこれ揚げ物といいね。あ、わかる、この相性。うん、わかるよ。私の私のでございます。結局3対7ぐらいになっちゃったけど、よろしければね。
一緒に食べましょう。音百選お届けいたしますね。かなちゃんバージョン。顔がすごいムカつくんですけど。何ですかそれ。日本百選に選ばれる顔でございます。これ本当に美味しいね。この身がすっごいふわふわじゃん。繊維質、繊維が細かいな。まるで雪国を歩いてるかのようですね。わらじの。わかります？これ日本百選に選ばれてる一つなんですよ。なんか昔おじいちゃんが履いてそうなやつ。うん。わらの中に。炭治郎が履いてる。そうです。炭治郎が今歩きました。あ、うまっ。あら。おいしい。出たね。本気のやつ出ちゃうよね。なんかさ、この松笠揚げってほんとお祝い事のさ、ね、とかでもよく出るよね。あと結婚式とかさ、出てくるよね。こんなに簡単にできるのは家でぜひぜひね、チャレンジしてほしいよね。甘鯛は鱗付きを絶対買ってくださいね。鱗が美味しいね、これ。ね、もったいないもんね。集合体恐怖症の人は目つぶって。私でございます。なんだろうね、それ。なんだろうね。これと一緒ですわ。詳しくは皆さん、これ100の質問を見てくださいね。森さんの100の質問。前世で何かあったんだろう。かもね。私多分なんかこれで、毒もあれか。すごい嫌なことって。ああ、そうね。言ってたもんね、うん、この間ね。前世で何かあったっけ。まあ、前世があるってだけでいいよね。人間1回目じゃないってことで。私も3週ぐらいやってる。お、見て見て。頭の身。ほら、ほっぺだね、これ。ここが美味しいね。さあ、ごちそうさまでした。今日はちょっと姉妹の無駄話が多かったので、編集でどこまで使ってるかわかんないですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ概要欄の方から、SNS ね、インスタ、ツイッターのフォローをお願いしますということで、今日は甘鯛の日でした。かなちゃんに似てる。今日でちょっとかなちゃん情報がまた解禁されたので、ぜひ20万人達成を見守ってください。お願いです。はい、ということでバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。お時間があればこちらの動画もおすすめです。それではまた見てくださいね。バイバーイ。